その続き、はい、あとご飯は？ご飯食べてみましょうか。ご飯、うん、はい、今日はヤシのね、うん、ヤシの実からできたソースですね。ヤシの実ソース、うん、ヤシの実ソースと、うん、それに、まあヤギの肉を入れたソースが、うん、を作ったんですよ。じゃあお願いします、うん、はい、ちょっと待ってね。すごそう。はい、サコさん、はい、日本のバラエティ番組を見ますか？あ、日本のバラエティ番組も、はい、見ますよ。なんだか好きな番組あります？好きな番組としてはあれですね、さんまさんがやってる、さんま御殿、なんかさんま御殿、そうそうそう、人を呼んでそういうトーク番組だ。そうそうそう、トーク番組とか。じゃあバラエティ番組好きなんですね。そうですね、バラエティ番組ね。好きなタレントさんとかいるんですか？ああ、日本のタレントですか？うん、やっぱりですね、芸能人でいうと、まあ、渡辺直美ちゃんとか、あと森三中とかですね。そうですね。ちょっとぽっちゃりが好きなんですか？そうですね、あのね、コートジボワールではやっぱり太ってるのの子が好きですね。ああ、そういう方が魅力的なんだ、はい、そうです、お尻、胸とお尻が大きい女の子が最高。ヤシって、はい、見たことあるかな？ヤシの実。ヤシの実は見たことあります。あ、そう、うん、これが基本的にはこんな感じですね、うん、これは中は、あ、これペースになってる。そうそう、それがペースになってるですね。あ、うん、で、これはめっちゃ、うん、そうそう、あのペーストで、うん、あのソースを作るんですよね、うんうんうん、これはまあ、うん、本当に私は大好きだから、あの、こうあの、うんうん、ペースはめっちゃうまいんですよ。うん、でもペースでも食べる人もいるんで、うん、基本手ですか、やっぱり。だいたい手が多いですね、うん、基本的には、うんうん、まあ、スプーンも使う料理もあるけど、うんうん、はあ、どうですか、今食べてるみたいな、このヤシの小指で食べた。うん、どうぞどうぞ、うん、ちょっと待って、見て、うん、うまいでしょ。これがあのフレッシュするが、まあ、やっぱヤシね、うん、だからあのなんと口、うん、いい感じ、うん、あともうちょっと待ってね、はい、ちょっといいですか、見せてもらって。